皆さんこんこにちは西安防災部ですすいいいつもごご視聴いただきありがとうございますみんな大好き三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします8月20日マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると朝8時の時点で水位は146.45メートルとなっています昨日に比べて30センチほどの上昇です西安チャンネルですダムデータによると三峡ダムでは直近で流入量が上昇中ですこれまでダムに入ってきた量に合わせて放流を増やしたり減らしたりを繰り返していますまだ余裕があるので今回も 放流を増やして水位を一定にキープすると思われます。三峡ダムの上流に位置する、寸炭観測所のデータを見てみます。だいたいダムの 600km 登ったところにあります。こちらは、大きな変化がありました。流入量が、絶賛、爆上げ中です。増水が始まってから、だいたい毎秒1万立方メートル近くの上昇です。このため、時間差で、三峡ダムの流入量も上昇することが予想されます。 ちなみにこれは昨日の予想図です。ダム近辺だけを見ていても分かりませんが、上流を観察するとある程度未来が見えるかもしれないですね。長江の中流にある三峡ダムの上流には様々な支流があります。重慶と上流の観測所はこの辺りとなります。上流の観測所での流入は毎秒21,200万立方メートル。三峡ダムは毎秒22,000万2000立方メートルです。 ダムの直近と南の川からの流入の合計は毎秒800立方メートルと推測されます上流の観測所からの流入は増水して南側からの流入の方は減少しています南の800というのはちょっと下せない数値いつもご視聴いただいている方ならお気づきかもしれませんがなんか少なすぎますね 40キロ下流の偽証の観測所では、三峡ダムの放流を再び増やすでしょうから、今後また、水位は上昇すると推測されます。警戒水位に近づくかもしれません。昨日も触れました、寸端観測所の流入量上昇についてです。可能性として考えられる理由は、次の2つ。おそらく、皆さんもそうかもしれませんが、一番の方が主な原因ではないかと思っています。 一つ目が、四川で大雨があった分が、遅れて三峡ダムに到達したため、増水した可能性です。大雨があった地点と三峡ダムの距離は、1000キロメートルほどあるので、時間差で増水するということはこれまでにもありました。先ほどもお伝えしましたように、流入量が1万立方メートル近く上昇しており、さらに増える勢いです。2番目に挙げる、発電所の放流の程度よりも多いため、こちらの方が有力なのではないかと思い始めています。 そして2つ目です。上流の巨大ダムであるバイフタンダムの件です。今年の5月に完成し、6月28日から発電を開始しています。当局発表では、全部でタービンが16機ありますが、最初は2機でスタート。左岸の1号機と右岸にある14号機だそうです。徐々に増やしていき、来年の夏には16機をすべて稼働させるそうです。発電するタービンの数を均等割りするとこんな感じになります。 3ヶ月で4機くらいのペースになるかと思われます。さて、水力発電のため、タービンを回すには、放流が必要となります。つまり、発電をすると、放流量が増える傾向にあるのではないかと思われます。前回、6月に発電開始した時のグラフがこれになります。大きな山が2つ、そして、現在、8月、次の2機をそろそろ稼働させる時期ではないかと、勝手に想像した次第です。 ただいろいろ探してみましたが人民日報でそのニュースは見つけられませんでしたのでまだ稼働していない可能性もあります大きな山が一つなら支線の大雨山が2つなら発電所の件かもしれないですね西安チャンネルですダムの貯水側で見ると水位はこのあたりではないかと思われますこちらはおとといの現地映像です全然見えないですね 次に昨日の映像そしてこれは今日の様子です両端のゴミ排出用の穴が見えていることが確認できますこのため1 4 6メートルという当局の発表はそれっぽい数字と言えるかもしれませんリアルタイム映像をご覧になられたい方は概要欄に URL を記載していますのでご覧ください ウィンディーによるとダムの近辺も含めて直近では雨雲がそれほど広がる気配はありませんただ来週には赤い雲の表示となっており猛烈に雨が降る可能性があります日本列島は相変わらず所々雨雲がかかりそうです関西では今のところ晴れています長期スパンで見てるとすっきりしない天気となるかもしれないですねさてこの長雨の影響で高校野球が揺れているようです 大会の序盤では3日連続順延となり46年ぶりの出来事となりましたそして6度の順延理不尽な降雨によるコールド試合何かが今年はおかしいですね例の感染症の件で中止せよという声は全く聞かれません主催者がこのマークだからでしょうかさらに出場チームでクラスターが発生して出場自体にまで至っています安全安心を一番にうたっていたのではないでしょうか そういえば2階から正社員が落ちてきた事件さらに昨日は正社員がマンションに侵入してワイヤレスイヤホンを盗んで御用どうやら一般ピーポーとは違う感覚の人たちがいるのでしょうかそれではプチ情報です三峡ダムは世界最大の年間発電量である件。 ダムの役割は大きく3つあり、第1に洪水調節、第2に水力発電、そして第3に水運となります。もともと洪水対策として構想されていたわけですが、経済発展に伴い、電力需要の拡大が予測されるようになり、水力発電も担うこととなりました。後から追加した役割なのに、世界一になってしまうなんて、ちょっと信じられないですね。 さて、ダムの正面から見ると黄色の枠で囲まれたところに発電建屋がありますダムの断面で見るとこんなイメージになります取水口は98メートルあたりにあるようでタービンを通って下流の水面の下に放出されます下流の平均水面は66メートルと言われていますからその下くらいになるんでしょうか中央に位置する放流施設と違ってニュースで見るような放水状況を目視することはできません ただ衛星画像などでは水泡と見られる形跡を確認できる場合もあるようですダムの建設で洪水は減ったのでしょうか結果的には依然として大洪水は発生しています2020年は80年ぶりの大雨に始まり5度の大規模な洪水警報が発表され三峡ダムを通過していきましたダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう 今年の夏も大洪水が発生するのか注目されます。引き続き、見守る必要はありそうです。